さっきからこの音、なんすか？なんすかこれ。おーきなさい！出番ですよ。わしを起こすってことはだ。相変わらずすこぶるお元気ですね、ライデン。わしゃ追いかける恋ほど燃える性分でね。わしと交合してくれるべっぴんさんは誰なんだい？あんたかい？いえ、スルーズ。あいよ色男、あんたの相方はあたいさ。いいねガチ乙女っす。バカ。これが次の試合会場？変なスタジアムね。さあ時間いっぱいだ。人類側東の闘士はこの男だ。その2000年を誇る歴史の中で誰もが認める史上最強の男がいる。勝って勝って勝って、それでもまだ勝ち続けた。東、第5回戦人類代表、日本出身、ライゼン・タメーモ。そして最強の無類力士を迎え撃つ神側、西野闘士は、作っては壊し、壊しては直し。世界はこの男の遊び場なのか。気に入らない奴は壊して壊して壊しまくる宇宙のバイラバー、キーパー。ぶっ壊してやんよ。3連敗だけは許されんぞ。次はどう楽しませてくれるのかしら。はっけよーい、残ったぶっ壊してやんよ。ちょっと待て、なんだそいつ。すいません、すぐ吐けますんで。相撲の儀式か、ならしょうがねえな。よっ、ライデン日の本一。待たせたな。あのシバ相手に大胆な人間だな。おっ、こりゃ待った甲斐があったぜ。終わったと思ったのによ。俺も人類と神々のバーチャルアーツ、これぞラグナロクだ。相変わらずむちゃくちゃ仕上がるぜなあ、小野川の。あれがライデン・ゴアス。死ぬまで踊り明かそうぜ。ったく、どいつもこいつもなんでこんなもんが。強さ比べが嫌いな野郎なんざ俺は知らねえぜ。開けるぜ。3歳になるっちゅうのにまだ立たんずら。普通なら1歳やそこらで立つだに。どうか無事に育ってくんの。おお、強すぎる筋肉の圧が骨を粉砕したのだ。そんな太郎吉の運命を変えたのも、いつしか太郎吉の肉体は
暴れる筋肉を抑え込む。手にぶっ壊れちまうのかよ。頼むぜ。史上最強力士ライデン・タメーモンのベルンド、彫金骸骨締め回し。強大すぎる筋肉を筋肉で抑える百兵によってかろうじて肉体の均衡を保ってきたのです。ライデンはベルンドによって全ての枷から解放された。ようやく仲良くできたな、この機関亡命。壊れんなよ。ああ言ってくれるな、人類。かなりダメージが深そうですね。悪いな。てめえ、自分から聞くねえ。石頭なら負けねえぞ、こら。これ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 、一発一発すべて大ずつ。ライデン！乱れボタン。無茶しやがる。もげても知らねえぞ。神回ぶっちぎりの壊し屋を、人類がライデン・タメーモンが。今のライデンはベルンドによってもともと制御不能であった暴れ筋肉を自由自在に使える。一気に芝の腕を握りつぶしたのです。筋肉が移動して戻っていくす。自由自在すぎ。ワルキューレ三女スルーズ、その名に宿りし力は。シバを知るインドの神々の見解は違う。シバさんがあんな小僧に負けるわけがねえ。あんたは俺たちのてっぺんなんだからよ。シバが仲間の期待を裏切ったことは。ったく、しょうがねえな。ぶっ壊させてもらうぜ。隙だらけだぜ。シバさんの拳には俺ら1116中の思い宿ってんだ。ルドラ。ルドラ、シバ、助けてくれ。アスラのサセリキ兄弟が村に。またかよ。まあそう言わず付き合えよ。ここを束ねる頭はどこずら。俺たちが暴風神と赤い神でこれ。行くぜ。
お前、これからどうするつもりだ？あー、踊りのナタラージャにでもなっかな。ひたすら前進する二中の姿に、いつしか嘲笑は尊敬に。一中倒すごとに相手の異名と、そして背負うものが増えている。破壊と暴風だな。俺様たちが相手してやるよ。タッタティッティトン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 タッタッタティッティトントン。お前、今までとは桁違いにやべえ神だ。始めようや。やるじゃねえか。よっしゃ、勝利の祝いだ。お前はいつもそれだな。こいつらをやれば。空前絶後の伝説は生まれた。あ、ほら見ろよヌドラ、あれ俺らがいた田舎だぜ。やっほーい。シバ、あーマジ楽しかったな。シバ、やろうか。何言ってっかわかんねえ。何より俺自身が望んでる。俺とお前どっちが強いか。シバ、勝負をしよう。最高に踊り明かそうぜ。全力でな。二中が殴り合う音はインド全土に響き、流れる汗は豪雨となった。まだだ。殴らせないでくれ。まいったしてくれ。頼む、立つな。まだだ。しょうがねえな。俺の参った。全力で向かってくる奴には最後まで全力を尽くせ。命がけでやる相手に手を抜かれるのはな。正真正銘、お前が俺たち1116中のしょうがねえな。じゃ元気でな、シバ。こうしてシバが神々の頂に立った。代わりに最高の友を失って。誰にも負けるわけにはいかねえんだよ。そろそろぶち上げるか。これがインド神界の秘宝と称されるシバの必殺舞踊か。必殺舞踊。くらえ。くら。オラオラ。おもとに行くぞな。今のダンスが終わらない。予測不能なリズムによる絶え間ない連撃。いつか私も。ご一緒してみたいものです。お姉さま、やばいっすよ。一方的すぎるっす。なんだあの煙は。文字通り燃えているんですよ。また比べは俺の勝ちだ。どうだい、俺の踊りは熱いか。ライデン・タメーモンは一人静かに笑った。おめったいな。見ろ
谷風のあのライデンが土俵で笑ってごわす。やっと来たんだな、太郎吉。てめえがよ、本気で相撲を取れるこの時が。行け、そこだ。タロクチ、胸貸してやろうか。もう体は大丈夫なんだな。手加減してやる。少年は怪物だった。やったー、勝ったー。なんだお前、化け物なに。デダラボッチ、デダラボッチ、デダラボッチ。みんなと遊ばないのかい。おっか、ましてオラはみんなと一緒じゃないの。こんな体にしたんだ。神様にお願いしたすら。どうかこの子を立たせてけろ。この子を丈夫にしてくんろって。神様に愛されてる。太郎吉の力は神様からの授かり物。弱い者のために使ってやってくんろ。弱い者のために。少年は信濃の地でこのまま皆に愛され暮らしていくはずであった。わしのこの力は弱い者のために。17歳の太郎吉少年が選んだ道は相撲取りになって。太郎吉、次はおめえだ。全力でぶつかってみな。え、全力出したら兄弟子さんらを壊しちまいそうなんで。面白い。ここで俺を倒せなきゃ田舎に帰ってもらうぜ。それは困るすら。国に帰るわけにはいかねえすら。だったらどうする。まだまだ。で、相撲面白い。少年は飽くことなく与えられた相撲の基礎稽古に打ち込んだ。太郎吉にとって相撲こそが生まれて初めて全力でぶつかれる相手だった。だが、なんだこいつ、こんな補正なりのくせに動かん。いいな、飢饉にあえぐ日本を照らす雷光となったのだ。事実上の無敵ゆえに人はこう呼んだ。全力を出し切れないまま土俵を去ったのだ。見せてやれ、取りたかった本当の無類力士ライデン多名門の相撲を。己を否、相撲を解放する。そう決めたライデンの体はごく自然にその動作を始めていた。奥の手か。いいね、ぶっちぎりで来いよ。力士ライデン多名門が選んだ技、初歩にして奥義鉄砲。そして超速筋肉移動により全武力を手に込めた。かっ、島をぶっ壊せ。あんた大丈夫かい。お前ならできるはずだ。何言ってんだい。もっともっとだ。頼む、わしの体を、いや命も全部この一番にかけたい。飛
バトンを受けよ。へえ、いいもんしょってんじゃねえか。ルドラ。俺もお前と一緒だ。俺はインド深海の頭だからな。どうなっちまうんだろうな。俺もこいつは初めてだからよ。踊ろうぜ、燃え尽きるまで。ライデンとシヴァ、とても似ていますね。似てる。誰かの思いを背負えば背負うほど強くなる。誰かの思いを背負えば背負うほど強くなる。いや、まるで別物。異次元の強さだ。そう、戦えば戦うほどどんどんライデンの筋肉は失われていく。ふう、このまま攻め続ければシヴァの勝ちだな。それはどうでしょう。このままではいずれ燃え尽きてしまうのでは。燃え尽きるだと？命の削り合いじゃ。太郎吉、すまんずる。いつもおめばかり頑張らせて。あいつはな、今たった一人でわしらの雷電多名門を。シヴァ、絶対に負けんじゃねえぞ。ルードラのやつ、相変わらず無茶ばっか言いやがってよ。多くの思いを背負い、命を燃やしてきた男たちの戦いは、生涯最高の戦いを創造した。そうで、これに全部かけるぜ。来るぞ、あの技が。砂粒ほどの悔いも残さず、一切全力出し尽くした。楽しかったな。大した男だぜ。膝をつかなかった。お前のおかげで最高の試合作れたぜ。なぶつかり合いの果て、最後に立っていたのはこの男。勝者はシヴァ氏。ライデンが相撲とかいうものにあそこまで固執しなければどうなっていたか。ライデン多名門のあの鉄砲があそこまで追い詰めたのです。いい男にはいい連れがいるもんだ。およ、あんなズタボロでよく笑っていられるな。いつものことだろう。ずいぶんやられたの、シヴァ。ああ、正直やばかったぜ。人間ってすげえな。それは紛れもない事実じゃ。
幸せだったんすよね。大好きな人と添い遂げられて、どうしてどうしているね、お姉様は。大切なものを守るのに理由がいりますか。しばらく一人にしておいてくれますか。日照参拝ですか。あの時誓ったのに、思っていたよりずっとずっと私は弱いようです。ここにおったのか。探したぞ。えのう、いい風じゃのう。それうまそうじゃの。わしにも一つくれくれくれ、それわしにくれくれ。何の用さ。次の第六回戦、お前さん出てくれんかの。ゼウスちゃんさ、そんなに人類召したいの。やるからには勝つ、それが神じゃろう。いいんじゃない。でどうなんじゃ。りょうりょうりょう、楽しんでね。クソシャキャのボケナスが、次を追ったら骨も切れるほど粉々にしたる。そこで何をしている。盗み聞きか。そこそ隠れて何しとるんや。めっちゃ怒ってるんで。ティーでもいかがですか。